ちょっと早いかもしれませんけれども、はい、アメリカ大統領選こんな候補者がという話を今日はしたいいと思います本選は来年の11月なんですけどね今、アメリカの国内のニュースを見るとこの話ばっかりなんですよ、ね、まあ私たちがね関心が高いということも <laughs> あるのかもしれませんけれども、はい、ここに気になる言葉が書いてあります。ユニーク変 <laughs>、はいね、こちらの まあ民主党は今のバイデン大統領ですよね、はい、そして共和党はトランプ前大統領これが来年の選挙ではまた2人が激突するんじゃないかって言われてるんですけどこれ以外にそれぞれの党にはユニークな えまああの候補者として名乗り上げている人たちがいるんですよね。もうだから始まってるんです,でですね大統領選っていうのはね。はいでそれぞれ民主党、共和党の大統領候補者になるところからまず始まるという話で見ていきます。はい。池、はい、上彰と増田ゆりえの y o u t u b 学園,学園はいまずは。 共和党の話です、はい、であの私たちの YouTube 学園でもご紹介しましたけれどもフロリダ州の州知事デサンティス氏この方注目されてましたよね。そうですね、まあ、とにかくトランプさんがもう、ね、圧倒的にこうリードしてるんですけど2番手としてこれまではデサンティス氏だったんですけどここへ来てにわかにこう、まあ、注目株というのがこちらの人ですね。はい、ビベック・ラマスアミ氏 三十八歳、若いですね。はい、で、ハーバード大学を卒業した大富豪、気になります。はいはい、で、もともとこれは、こうインド系。の人たちなんですけど、オハイオ州生まれですよね。つまり、その両親がインド系の人で、移民としてアメリカにやってきて、はい、で、オハイオで生まれたということなんですね。はい、そうですよね。はい。そして、あの、前にもやりましたよね。アメリカの大統領になる、基準というのがあって。 アメリカ国内で生まれて14年以上アメリカに住んで35歳以上ということでいうと彼はもちろん離婚する資格があるわけです。はい。なぜ注目されるようになったんですか。はい。この人がですね今の特に共和党の候補者選びというのでいろんな人が出てテレビ討論会やってるわけですね。はい。トランプさんはそれに出てこないんですけどトランプさん以外の人たちで 我こそは共和党の大統領候補になりたいと言ってそれぞれが激しくこうまあえー、絶戦を繰り広げるんですけどこの時に実はこうラマスワミっていう人がもう、まあ、弁舌爽やかでものすごく圧倒的なあの、まあ、存在感を示したというので。 注目されたんですね、うん。トランプさんのことを褒めたからじゃないんですか?。それもあります。あの <laughs> 特に人気が出たときに、トランプさん自身がですね。私のことを褒めたから、あの前注目されたんだろう。あるいは人気が出たんだろうって言ってましたね。はい。あと私が聞くところによると、ラップも得意だそうですよね。はあ、そうラッパーなだったんですよね。うん、だからとっさの時のアドリブが効くわけですよね。はい、でもデサンティスさんってね。ちょっとこうまあ優等生っぽくって。うん とっさの、あのアドリブがなかなか効かない人なんですよね。なるほど、そういうのが知性が邪魔するっていう言い方が正しいんでしょうか。よくわかりませんけれども <laughs>。こちらもやっぱりハーバード卒ですから、知性はあるんだと思いますよ。<laughs> はい、その後、あの企業を立ち上げて、それで大富豪になるんですよね。はい、そうなんですよね。はい。で、今はね、あのそこの、あの、まあ、大統領選挙に出るんだってって、経営陣からは離れてるんですけど。まあ、そもそもお金持ちの人ですね。うん、わかりました。この方が今注目株だということなんですね。はい。はいはい でその人は一体どんな主張を今、共和党の代表者候補としてご紹介しましたけれどももともとの考え方はリバタリアンということなんですね。はいうことなんですね。アメリカには、ね、民主党と共和党以外に第三党としてはリバタリアン党という党があって結構支持者がいるんですよね、うん、であの主張が自由絶対主義者個人の自由を極限まで追求する。 つまり法律に違反しない限りすべてこう規制をしないでくれ、うん、国がいちいち口を出すな全部自由にしろというまあ考え方なんですねここでラマスワミ氏は、はい、あのこのリバタリアン党の考え方をもともと持っていて、はい、であの大統領選に、まあ、出るということで、はい、共和党から出るということになったんですね。そう,そうなんですねだから 共和党の中にも本当にこう自由が必要だ小さな政府だ国がいろんなことを口を出すべきではないって考え方の人多いですよね、うん、だから実はリバタリアンの考え方と親和性があるんですね、うん、あの大統領になるために、まあ、やっぱり民主党とか共和党とかそういった党から出る必要があるということですか共和党と民主党はねやっぱり全国に組織があるわけでしょ、うん、だから選挙になると50の州それぞれで選挙運動してくれる党員がいっぱいいるわけですよね。うん だけどそれ以外の小さな政党だとなかなか50の州で運動はできないわけですよね、うん、そうするとやっぱり共和党とか民主党から立候補できれば、えー、大統領になる可能性が高まるというわけで彼もだから共和党を選んだということですね、うん、それはやっぱり考え方が近かったからということなんですね、はいはい、でも大統領になったら連邦政府職員の75%以上 解雇する。はい、そして FBI 連邦捜査局を廃止する。はい、教育省も廃止する、はい。そうなんです。つまり国がいちいち口を出すなと。じゃだからそれぞれの地方自治体があれば十分だろうと。うん、でだから連邦政府なんていう国の役人なんか全くいらないよっていうことですね。え日本で言ったら国家公務員いらないってことですか。国家公務の75%を首にしろってこういう話ですね。はあ、はい。だから例えば、うん、あの とあの飛行機の管制塔の職員というのは例えば連邦政府の職員だったりするわけですね、うん、だからそういう人はいてもいいけどいちいちこのそれぞれの,あの州に口を出すなと,、うん、というわけですね、うん、例えば話が教育省というとねこの国としてのこれだけのやっぱり学力を基準を確保しなければいけないということを教育省が定めているそんなことは親が決めればいいことだ。 国が口出す必要はないだから教育省なんかやめてしまえ子どもの教育は親が決めればいいこういうい考え方なんですねえじゃあ学校に行かなくてもいいとかそういうことになるわけですかそうです、ね、今でもそれぞれのところで少なくとも200万人の家庭ではあのホームスクリーリングということで学校に行かずにあの親が家庭で子どもを教えてますよね。 それをやりたければそれをすればいいんだっていうことなんですね勉強しなくていいということではないで,ではないですけど、うん、国が口を出すなということですね、うん、でも FBI を発信しちゃって大丈夫なんですかこれはですねあの尊敬すべきトランプさんの犯,犯罪だって言って捜査しているような腐敗した役所はやめるべきだって基本的にこういう考え方なんですね じゃあ FBI を廃止したらトランプさんの要するに捜査がなくなるって意味ですかまあそうですよねそういうういいいこことととをま,まとめているということですよねでそれぞれのところに警察があるんだからそれで十分だろう,もう国の警察っていうのはいらないよってこういう考え方なんですねでもそうするとね多分中国やロシアのスパイは喜ぶでしょうね。 FBI はその外国のスパイを捜査しているのは FBI ですからね。うん。いや一体それどうするのって話ですよね。うん。でもそれはどうでもいいわけですかこういう方たちっていうのは。まあとにかくトランプさんを守るためなら FBI はなくした方がいいっていう考え方です。なるほど。そちらの話にもなるわけですね。そういうことなんですね。はい。はい。さあ今度は一方は民主党ですね。はい。あのこの紙芝居ブルーになりました。 そうですね。民主党からになって、はい。民主党、ねはい。はい、はい、でここでちょっと馴染みのあるお名前が出てきましたね。ロバート F ケネディ・ジュニア氏69歳この方が民主党から出るというふうに名乗りを上げたんですけど、うん、どうもここへ来てどうも民主党の中で支持が広がらないので、うん、民主党ではなく全くの独立党として立候補しようかと現在検討中みたいですけど、ね、あそういう話が出てきているということなんですね。はい、でももここのののの方が注目さされてているのは何と言ってもこのロバート・ケネディさんの ことが関係すするわけですねですやっぱりケネディ家のブランドはやっぱりアメリカでは強いんですよね、うん、ロバート・ケネディという人あのジョン・ F ・ケネディ大統領暗殺されたケネディ大統領の弟なんですよね、うん、で彼は実は日本に来たこともあります、うん、1962年に日本に来て早稲田大学の大隈講堂で学生相手に講演したこともあるんですよ。うん、早としてて若くてですね かっ,こよかったんですね私この時小学校6年生でしたけどねニュースで「うわこんなにかっこいい人がいるんだ」って思ったんですけど、まあ、兄が暗殺されてしまったとじゃあ意志を継いで自分が大統領選挙に行って立候補しようとしたら本人も暗殺されてしまったということ 兄弟で暗殺されてしまった、はい、ということなんですね、はい、で、そのお兄さんのジョー・ F ・ケネディさんが暗殺されたことでやっぱりこのケネディという名前は世界的にこう有名になった、はい、ということがあってでしかもその弟の子供だということで指示があるということなんですね、はい、ですよ悲劇のケネディ家を後を継ごうという人、うんうん、だからやっぱり名前だけでブランドだけで 結構人気が出るわけですよね,ねでもなんとなくこう悲劇のいかみたいな感じもしますよね、はい、1999年にいとこのジョン・ F ・ケネディ・ジュニア、はい、飛行機事故死しているとこのいとこはつまりこのロバート・ケネディから見ていとこつまりロバート・ケネディのお兄さんジョン・ F ・ケネディの息子それがジョン・ F ・ケネディ・ジュニア ですよね、やっぱり彼はやっぱりあの悲劇のケネディ大統領の息子だってい、ね、ものすごく注目を浴びるわけですよねそうすると彼はニューヨーク州の司法試験を受けるんですけど何度も落ちるんですね、うん、とその度にこれがニュースになっちゃうんですよまた司法試験に落ちたってニュースになっちゃうんですよかわいそうでしたね はあ、なんかちょっと聞いたような聞かないようなどこかで聞いたような話になりますけど、はい、でも最終的にあの受かるんですよで、うん、弁護士資格を得るんですね、うんうん、ところが飛行機事故で亡くなってしまう、うん、はあ、やっぱりけねでいけって悲劇が続くんだなって 言われたんですよなんとなく呪われてるような気持ちもね、はい、してしまいますね、はいまあ、そういう一家から出てきた人だから注目をされている、はい、他にいない,んですか <laughs> いやまあそうなんですけどやっぱりケレディってブランドがあるやっぱりねあの民主党の今だからバイデン大統領って確かにお年ですけどでも現職の民主党の人でしょ。 となると民主党の中でこう変わって出るってなるとじゃあ民主党の大統領にこうまあ弓を弓を引くのか矢を引くのかみたいな話になっちゃうんでなかなかみんな遠慮しちゃって名乗りを上げないんですよね。でもこの人は名乗りを上げたんですけどまあ主張がユニークなんですよ。はい。陰謀論じゃ。はいはい。これねあの。 アメリカの新聞のインタビューに答えてですね、新型コロナウイルスっていうのは東京ユダヤ人と中国人を救うために仕組まれたっていうんです、うん。何の根拠があるんですかね。いよくわからないんですけど、ねうんうん、だってそもそも中国でこれが流行が始まったわけでしょ大勢の中国人死んでますよね。亡くなってますよね。だけどこれはそもそもこのウイルス自体が こういう人たちを、ま、守るために他の連中を殺すために作られたウ,ウイルスなんだってこういうい主張すするんでい。それから大統領になったらアメリカ国外の800の米軍基地を全部閉鎖し兵士をみんなアメリカ本国に帰還させる世界中にアメリカ軍基地をなくすということだ、ねうん、そうするとあの在日、はいまあ、日本にある基地もなくなるということですか。全部なくなる 沖縄のアメリカ軍基地も全部なくなるということですねでもそうなると多分ロシアや中国は大喜びでしょうね。というか現実問題としてそういうことってできるんですか、うん、まあだから大統領になれば大統領命令でできますよね、うん、まあ大統領になればですけど大統領って全あのアメリカ軍の最高指揮官ですから。 最高指揮官が決めれば、それはできるということですよね、うん。まあ、あの、それが行われるかどうかは、まあ、さておきなんですけれども。はい、やっぱり、こうやって見てくると、アメリカの大統領がどんな考え方の人かによって。<laughs> はい、日本は同盟国ですから、すごく大きな影響を受けるわけですよね。そうですよね。うん、うん、だから、まるでよその国のことで、ね、思ってるかもしれませんけど。誰が選ばれるかによって、本当に私たちの暮らしも影響がありますよね。うん、あとは、ウクライナのね、やっぱり支援の。 問題もあって、はい、今回あの下院議長が解任されましたよね。はい、そうですよね。まああれはやっぱり特にあのの下院の共和党の中にトランプさんの熱烈な支持者がいて、そういう人たちはウクライナに対する支援をやめろと、うん、あそんなお金はアメリカ国民のために使えとこう言っているわけですよね。する、うん、と予算の中にウクライナを支援するという予算があのお金が入っていることに。 猛烈に反対しているというとうころもあります、うん、だからのつなぎ予算という中身にはそのウクライナ支援のお金は含まれなかったわけですよね、はいうん、それでなんとかつなぎ予算が認められた、うんはい、でも下院議長は任というか、はい、つ,つまりトランプさんの熱烈な支持している下院の共和党にしてみれば、うん、つなぎの予算を通す時に民主党の協力を得たじゃないかと、うん、民主党のと協力するなんてことは許せないし。 津波予算の中でも要するにこのトランプさんを支持しているこの共和党の強硬派はもっとこうそもそも予算を削減すべきだとつまり国の予算を削減すべきだつまりリバタリアンと同じ考え方ですよねもうとにかく国の予算をとにかく減らして税金を減らすべきだそういうことをやってないじゃないかと言って怒って下院議長の会任決議案を出したらそれが通ったということですね、うん。 それは民主党も賛成したからってことですか？そうなんですね。うん、だから民主党がね、例えば会議長の解任に反対ということにしておけば、民主党のおかげで会議長が続けるってことができたら、多分会議長共和党ですけど、これからは民主党と一緒にやっていこうってことになる絶好のチャンスだったと思うんですよね。うん、その辺はどうなんですかね。作戦ミスになるのかどうかちょっとわかりませんが。結果的にますますこの、うん、あの議会が混乱をする。うん 会院議長を選びで、これからまた混乱がずっと続くんでしょうね。うん。あの、この後どうなるんですか、そうすると。とりあえずは十一月までは今のまま行くわけですよね。だから、あの、ウクライナに対する支援が止まっちゃうわけですね。うん、今の、あ、ま、の、お金はまずありますけど、これがなくなった後は、ウクライナの支援が全部止まるわけですよ。そうすると、それ、つなぎ予算の後、どうするのか、という時に。うん まさにに会員がどううなるかによるかよということですよねこれから議長をまた選び直すってことになるんですかその通りですね選び直して新しい予算が通るかどうかあ新しい予算が通らなければアメリカのウクライナ支援が全部止まるということですね。うん、となるとウクライナがもうロシアと戦っていけなくなるということにもなり今ねこの大統領選がこのあとどうなるかっていうことを見てきましたけれども、うん、その前に まだまだ問題があるんですねままだまだ本当に今のアメリカの議会、まあ、やっぱ共和党と民主党あるいはそこにトランプさんの影がちらつくことによって混乱が続いているということですね。 YouTube 学園から新しい本が生まれましたタタリンカリコ mRNA ワクチンを生んだ科学者以前にもあの大人向けの新書を出したんですけれども今回子ども向けにまた書き下ろしました私と池上さんがカリコさんのお宅アメリカに行った時の話も入っていますぜひご読みくださいチャンネル登録もよろししくお願いいたします